皆さんこんにちは。テック専任講師の岩田です。それでは一級 FP 学科試験対策講座金融資産運用一の講義ユニット一を始めます。はい、えー、それでは今日は金融資産運用の講義になります。で、えー、これはまあ一級学科試験対策講座ということですけれども、えー、皆さんは二級 FP を合格している方。えー が今回受講していらっしゃると思いますですからま講義の内容としましては1級で出題される範囲に絞って見ていきたいと思いますまた1級といえども2級 FPE の基本的な知識があってプラスアルファの知識という部分もありますしまたは1級ならでは出題されるというそのような項目もあります 2級の知識は皆さんしっかり把握していらっしゃるということでできるだけま1級の範囲に絞って説明をしていきたいと思いますそれでは金融資産運用のテキストの1ページを開いてください第1章の経済指標の基礎知識ですで、経済指標に関しましては1級 FP でもやはり基礎編で中心に出題されます でまずは物価を景気を見る指標1ページの GDP 国内総生産それから3ページの景気動向指数そして6ページの日銀短観やはりこの3つが代表的な景気指標となります。で GDP って何かといいますと一定期間 通常1年間ですね生産された財やサービスの付加価値の総額これが GDP でした。で GDP3、まあ、面投下の原則というのがありますので GDP は生産面から見た、まあ、日本だったら日本の経済規模であとは分配所得面それから支出の各側面から見ることもできる。 支出面から見たものこれが GDE でしたですから GDE というのは、まあ、GDP の内訳ということもできます。で、はい、1ページの GDE の内訳とありますけれども。 GDAP、えー、と GDE ですねこれイコールですけれども、えー、この GDE 国内需要それから海外需要に分けられるで国内需要はさらに民間需要と公的な需要に分けられる、えー、さらに細かい項目がありますけれどもその中で民間最終消費支出 これがまあ GDP の中で一番上位を占めている約六割弱の上位を占めているということが言えます。はい。で、二ページを開いていただけますでしょうか。二ページの下の方五番です。実質国民総所得 GNI ですね。この GNI えー、これは、えーまあ、分配所得面から見たものですけれども、えーまあ、所得面から見る場合、えー、GDI、えー、よりもこの GNI、うんえー、ですから国民総所得で見ていくのが中心になります。で、えー、この実質 GNI、えー、どうやって求めるかという概要のところを押さえていただきたいと思います。えー、実質 GDP これに海外の要因をプラスまたはマイナスして算出する公益利得貿易に関するところですねそれから海外からの所得の純受け取りこれをプラスしたものそれが実質 GNI ということができます、はい。それでは3ページの第2節景気動向指数にいきたいと思います。 でえー、景気動向指数は、えー、物価を景気を見る3つの指標の中でも一番出題頻度は高いです。で、えー、景気動向指数これは内閣府が毎月、えー、作成して公表している、えー、で景気を客観的に見る指標である。で、えーまあ、代表的なあの公表される指標、えー、CI それから DI、えー、この2つがありました。 えー、CI はコンポジットインデックス、えー、DI はディフュージョンインデックス、えー、ですけれども、えー、以前は、えー、景気 DI、えー、こちらの方が中心的な指標でしたけれども、えー、現在は景気 CI こちらの方が中心的な指標になります。で、えー、本文の4行目ですかね、えー、CI と DI それぞれどういう指標なのかという説明がありますけれども。 えー、景気 CI の方、えー、景気変動の大きさやテンポ量感を示すもので、えー、DI は景気の各経済部門への波及の度合い波及度を把握するものであるとで、えー、このそれぞれの説明は、えー、内閣府の景気動向指数の説明で、えー、用いられているそのままの言葉、えー、それをここに記載しております。 1>, で1級の試験でもこの CI と DI の違いそれが出題されることがありますのでここはこの CI と DI それぞれどういう指標かというこの言葉これをそのまま押さえて頂ければと思います。で景気 DI の方ですけれども DI、まあ、あの現在29個の指標ですね。 採用されております。その指標を用いまして景気 DI をまず算出する。で、二十九個の指標、それを先行系列、それから一致系列、そして遅行系列、この三種類に分,分類します。で、採用されている指標は五ページに表がありますけれども、まあ平成三十一年三月現在で。 え、二十九個の指標となっております。で、これはあの景気が、え、概ね一循環、するごとに。え、まあ、見直しをします。え、景気の一循環というのは景気の谷から山を経て谷、これが一循環ですね。 で現在の採用されている指標これは平成27年6月の速報文からこの指標が使われておりますけれどもただ途中あの公表が中止されたそういう指標もありますので当時は30個指標が採用されておりましたが現在は29個の指標となっております。 でこの先行系列一致系列遅行系列3つに分けるわけですけれども景気 DI にしろ景気 CI にしろ現在足元の景気を見ていくということで一致系列を用いて算出したそれがやはり一番中心になります。3ページに戻っていただきまして景気 DI の方ですけれども。 えー、その1系列の指標が3か月前と比較して、えー、プラスなのかそれとも横ばいなのか、えー、それとも、えー、マイナスなのか、えー、プラスの指標を1横ばいの指標を0.5とカウントして、えー、景気 DI の指、えー、数値を算出すると。でえーまあ、4ページですけれども えー、景気 DI、えー、まあポイントとしては、えー、50%ラインを基準に見るというのがポイントでした。えー、景気 DI の数値、えー、50%を上回ってるこれが景気拡張局面、えー、50%を下回ってる景気後退局面でした。で。えー これはあの景気 DI の推移ですけれども、えー、50%を基準にして50%ラインを上から下に横切るここが景気の山ですねで、えー、50%, 50ラインを下から上に横切るこれが景気の谷です。で、えー、先ほど説明しました景気の一循環、えー、これはえまあ谷から山を経て谷に至る、えー、ここからここまでこれが景気の一循環。 ということになりますでこの景気の山であり景気の谷これを基準日付と言いますでこれ、まあ、内閣府景気動向指数研究会等で議論を経てでまあ設定するわけですけれども。 この基準日付を見ていくその際に用いられるのはこれヒストリカル DI この言葉ですねここれを押さえてくださいでこのヒストリカル DI って何かと言いますと一系列でしたらば9つの指標が全現在採用されているわけですけれどもそれぞれの指標ですね例えば、うん、こう。 景気の拡張局面であれば指標がこう上がったり下がったりしながらこう基調としてまあ良くなっているとその時この変動があるそうすると判断がしにくいということで例えば景気の谷から景気の山へ至る個々の指標はこう滑らかに動いていると見なして基準日付を判定する。 この滑らかな動きに直してみるこれがヒストリカル DI とということになります基準日付の判断にはヒストリカル DI を用いるということになります。で次に景気 CI ですけれどもコンポジットインデックスでこれは、まあ、採用されている指標景気 DI と同じ指標を用います。 えただ、えー、まあその個々の指標の変化量を用いて合成して算出をしますですから景気 CI というのは景気 DI のように簡単に計算をできるものではない。で、えー、景気 CI の数値が、うんえー、大きくなっている。 これは景気の拡張局面であるということができますけれども景気 CI と景気 DI おおむね一致してですね景気 CI の数値が大きくなっている一致して景気 DI は50%を上回っているということができます。はい、それでは5ページ先ほども見ましたけれども景気動向指数の採用されている指標です。 でえー、これを全部、えー、覚えるということでは、えー、ありません。えー、ただだ代表的な指標は、えー、その内容ですね押ささえてください、えー、例えば先行系列であれば、えー、丸2の高校業用生産材在庫率指数ですとか、えー、それから、えー、丸5の新設住宅着工床面積ですとか。 それから1系列であれば2の「高校業用洗剤出荷指数」などそれから雇用に関する指標例えば先行系列では3の新規求人数が採用されておりますし1系列では9の有効求人倍率が採用されています。系列では えー、例えば丸2の常用雇用指数、えー、それから丸5の4、えー、丸6の完全失業率、えー、こういった雇用に関する、えーまあ、雇用を守るというのは非常に重要ですので、えー、雇用に関する指標などもぜひ押さえてください。 でえー、まあ景気動向指数では、えー、景気動向指数ってどういうものですかまたは、えー、DI と CI の違いなどが出題されますけれども、えー、その時によって、えー、採用されている指標、えー、どういう指標ですかという細かい内容が出,出題されることもあります、えー、ですからまあ代表的な指標だけで構いません、えー、どういう指標かというのも押さえていただければと思います。 でテキストをちょっと飛びましてですね。十一ページを開いていただけますでしょうか。で、まあここにまあ前の十ページからですね、重要な経済指標ということでいろいろ出ております。例えば十ページの下の方、景気ウォッチャー指数、このような指標。 指標も押さえていいたただきたいですし、えー、それから11ページの高工業生産指数、えー、これは、えー、日本の製造業の動向を見る非常に重要な指標で、えーまあ、あの公表されるいろんな指標があるんですね、えー、例えば、えーまあ、生産指数だけではなく出荷指数それから在庫指数ですとか、えー、在庫率指数、えーまあ、いろいろな指標があります。その中で 景気動向指数の先行系列、高工業用生産材在庫率指数、それから一系列は高工業用生産材出荷指数が公表採用されております。で、一系列の高工業用生産材在庫率指数、これはですね、一系列でを使って算出するときはまあ逆数で判断すると。 10ページに在庫循環の図がありますけれどもこれ横軸に出荷前年比を取って縦軸に在庫前年比を取るでこう左回りに回っていくんですね景気が回復していくともうどんどん売上が伸びる出荷しますので出荷が少なくなるそうすると企業はどんどん生産をしますので在庫がだんだん増えていく。 でここが景気の山です。えー、景気が、えー、まあピークを過ぎると、えー、まあ売上がだんだん落ちてくる。えー、ですから在庫がどんどん積み上がっていくと。えー、で、えー、在庫調整しますので、えー、でだん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 在庫は少なくなってくる。ここが景気の谷ですね。 ですから景気がピークを過ぎて景気が悪くなる在庫が積み上がっていく景気が悪くなると在庫が積み上がるということで一あの先行系列の高工業用生産材在庫これ、在庫率指数逆数を用いるということになります。 はい、あとは11ページの、まあ、消費動向調査ですね内閣府が行う調査ですけれども消費者態度指数として、まあ、公表されてますとそれから12ページの雇用に関する指標では完全失業率それから有効求人倍率こういった指標を押さえてください。でその際に、うん 完全失業率では労働力人口これ満15歳以上で就業者と完全失業者の総数このようなかなり細かい論点ですとかそれから有効求人倍率これは公共職業安定所ハローワークに申し込まれている人数ですね。 で有効求職者数に対する有効求人数の割合ですので有効求人数を有効求職者数で割って計算をするこれが逆になって丸か,抜か×かこのような問題が一級でも出題されることもあります。はい、これが日銀短に関する内容でしたはい 失礼しましまた景気動向指数に関する内容でしたそれでは6ページに戻って第3節の日銀短観を見ていきましょう。で日銀短観ですけれども全国企業短期経済観測調査一級ではそれほど出題頻度は高いとは言えないですけれどもやはり出題はされます。 で日銀短観は年4回ですね日本銀行が全国1万社程度の企業に対してアンケート調査をするそれを取りまとめたもの業況判断 DI の数値で公表されますで、まあ、1級ならではのポイントとしまして調査対象企業ですけれども、まあ、全国1万社程度ですけれどもそれを資本金等の額で区分しております。 えー、資本金10億円以上大企業、えー、それから、えーまあ、1億円以上10億円未満中堅企業、えー、2,000万円以上1億円未満中小企業ですね。で、えー、資本金がですから2,000万円未満の企業というのは、えー、この日銀短観の調査の対象外ということになります。でえーまあ、アンケートで、えー 今後の景気ですね良いと回答した企業の構成費そこから悪いと回答した企業の構成費を引いたものそれが業況判断 DI です、まあ、現在の状況それだけではなくこれから3ヶ月後どうなりますかとそういうアンケート項目もありますので現況景気の現在の状況それだけではなく将来の予想にも使えるという指標です。 はいえー、それでは次7ページにいきまして、えー、物価指数としては7ページの下、えー、1の企業物価指数、えー、それと8ページになりますけれども消費者物価指数、えー、この2つが、えーまあ、代表的な、えー、物価指標です。 で企業物価指数ですけれどもこれは日銀が毎,日毎月公表している企業間取引ですね企業同士ですからビジ,ネスビジネス・ツー・ビジネス B2B の商品の価格の変動を捉えた指標ということができます。でやはり一級ならではのポイントとしましてこの企業物価指数は国内企業物価指数 それと輸出物価指数そして輸入物価指数この3つから公表されるこれはぜひ、えー、抑えていいいたただきたいと思います、えー、企業物価指数は、えーまあ、為替レートですとか原油価格の変動に応じて、えー、もう直接それがダイレクトに反映されますので、えー、短期的な変動が激しい、えー、そういう指標です。 で、えー、次に八ページの、えー、消費者物価指数です。えー、消費者物価指数まあ CPI とも言われますけれども、えー、こちらはうん、えー、まあ総務省が毎月、えー、公表している指標です。で、えー、消費者物価指数は えまあ消費世帯、えー、が購入する、えー、財それからサービスの価格の変動を時系列的にと捉えたもの、えー、ですから消費者物価指数の方は、えー、財ってものをですねそれだけではなくサービスの価格これも反映された指標ということができます。で、えー、ただの消費に関する、えー、それの,あの価格変動ですので。 えー、例えば直接税ですとか社会保険料、えー、これ非消費支出です、えー、調査の項目の対象にはなっていないです、えー、それから有価証券それから土地住宅を購入した、えー、こちらは貯蓄及び財産購入のための支出ですこれも、えー、消費者物価指数では調査の対象には含まれない、えー、ということが言えます で消費者物価指数は、まあ、採用されている財・サービスすべて対象にした総合指数もありますけれどもただの生鮮食料品というのはその時の天候等ですね作柄によって で、まあ価格の変動が大きいということで、生鮮食料品を除外したもの、これを壊し数と言いますけれども、壊し数こちらの方を中心に見ていくということが多いです。はい、それでは八ページの次は三番のマネーストックです。マネーストックですけれども、これは えまあ一般法人個人それから地方公共団体えこれ通貨保有主体と言いますけれどもえ通貨保有主体がえ保有しているえ通貨え貨幣の総量これがマネーストックでした。ですからまあ世の中に出回っていいるお金ということができますえこのマネーストックえ日銀が毎月公表しておりますけれども。 えーまあ、どのような通貨かによって、えー、M1M2M3 それから抗議流動性、えー、こういった、えーまあ、区分があります。で、えー、じゃあこの M2 ですとか M1 ですとか M2 ですとかどのようなものですかという、えー、これ、えー、完璧に暗記するということでもないです。えー、は、えー、現金通貨と 預金通貨の合計 M2、えー、現金通貨と国内銀行等に預けられた預金、えー、これの合計です。で、えー、対象となる金融機関ですけれども M1 の方、えー、これゆうちょ銀行も含まれます。で M2 はゆうちょ銀行は、えー、除いた 現金通貨と国内銀行等に預けられた預金ゆうちょ銀行は除くこの辺のポイントを押さえてくださいで、まあ、日銀は M3 が中心的な指標であると見なしておりますけれども M3 は M1 に純通貨それから CD を足したもので対象となる金融機関 M1 と M3 同じですのでゆうちょ銀行も含んで算出をするということになります。 でこのようにマネーストックというのは、まあ、世の中に出回っているお金ですねなわけですけれどもテキストの16ページこれちょっと先に見てしまいたいと思います。ページを開いいてください下の方側中ですけれどもマネタリーベースという言葉があります。 でえー、マネタリーベース、えー、これは世の中に出回っている現金、まあ、現金は、えーまあ、日銀の銀行券ですねそれと硬貨、えー、それの合計ですね、えー、それと、えー、金融機関が日銀の当座預金に預けている、えー、その残高の合計、えー、それがマネタリーベースになります。 でマネーストックそれとマネタリーベースこれは違うものですのでそれはしっかり理解をしていただきたいと思いますけれども日本銀行、まあ、日銀ですねこれが、まあ、お金を作って 銀行にそれを供給していくで銀行はそれをまあ貸し出ししたりして運用していくわけですけれどもで運用したその残り日銀の当座預金に預けたりするわけです。 でマネタリーベースというのはこの日銀が銀行に対して供給しているお金で、まあ、日銀の当座預金の残高これも含めた銀行に供給しているお金これがマネタリーベースです。だいたいた兆円このの程度の規模になります、ね、で先ほどテキストの8ページで見ました。 マネーストックですけれどもこれは一般の法人ですとかそれから個人ですねあとは地方公共団体こういったところが保有する通貨貨幣の総量これがマネーストックでした。 で日銀が金融機関にお金を供給するそれをずっと貸し出しをするわけですね。 で貸し出すというのは、まあ、現金を貸し出すということではなく、えー、まあ通帳上で、えー、まああのそれを金額を通帳上で、えー、まあ資金移動をするということですので,で借りてそれを借りた方はまたそれを金融機関に預け入れをするでそれをもとにして金融機関はまた別のところに貸し出しをする。 でそれをまた預け入れをしてそれをまた別のところに貸し出しをする今、えーい,ま、いわゆる信用創造ですとか、えー、金融創造と言われているものですけれどもで、えー、マネーストックの方はだいたい一千七百兆円ですとかそのくらいの規模です、えー、このマネータリーベースとマネーストックの金額の違い、えー、これは、えー、この金融創造ですか信用創造と言われる、えー、その差ということができます はいえー、それでは、えーまあ、8ページのマネーストック、えー、それから16ページの、えー、マネタリーベースについて、えー、説明をしましたで、えー、あとは、えーまあ、11ページですけれども、えー、これは先ほど、えー、主に景気動向指数に採用されている指標ですね、えー、それを中心に押さえていただければと思います。 12ページに8番の「海外の主要な経済指標」とありますけれども1級では日本の指標これがやはり中心に出題されますですから海外の指標はそれほど出題頻度は高くないです。ただ12ページの1米国の主な経済指標ということで雇用統計。 えこれは毎月第1金曜日に公表されるわけですけれども必ず日本でも米国の雇用統計どうなったなんていうのがやはり経済誌などに載ったりですねまたはニュース等で伝えられたりするですから日本がアメリカに輸出をする。 ですからアメリカのあの景気がどうなのというのはやはり日本の経済にも非常に大きいものですのでこの雇用統計こういった言葉ですねこの程度押さえておいていただければよろしいと思いますはいそれでは経済指標の基礎知識について見ていきましたそれではこれでユニット1を終わります